皆さんはタイで日本のバイクが大人気で売れまくっていることをご存知でしょうか。日本のバイクメーカーといえばホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎が4大バイクメーカーとなっていますが、実は東南アジアでは大人気を誇ります。東南アジアでは公共交通機関の整備がまだまだ追いついていないこともあり、バイクが生活の足となっているケースは少なくありません。今回取り上げるタイでも同様の姿が見られ、日本の私たちが考える以上にバイクが果たす役割は大きなものとなっています。そんなタイで日本製のバイクが大人気というテーマにフォーカスしていきます。では早速見ていきましょう。シェア9割、タイで日本企業がシェア独占。タイ王国は2022年のデータでは人口6609万人、日本とタイの貿易結合度は第1位となっており、世界とタイとの平均的な貿易結合度の4倍を誇ります。日本企業は積極的に進出しており、トヨタ、ホンダ、日産自動車、イスズ、日野自動車などの自動車関連企業の多くが進出しています。また空調メーカーであるダイキンといった家電メーカーなども多く進出し、国内市場への供給を行っているほか、関税特典がある ASEAN 諸国内への輸出拠点として活用している状況です。東南アジアの街というと、道路いっぱいに広がるスクーターをイメージされる方も多いのではないでしょうか。無秩序に発展した都市には入り組んだ細い道が多い東南アジアでは、小回りの利くバイクは便利で人気があります。実際午前6時から午前9時までの朝のラッシュでは、平均移動速度がわずか時速 15km というひどい状況に見舞われます。インターリスク総研のデータによると、2020年の時点でタイのバイク登録台数は2100万台で日本の約2倍です。バイクはタイにおいて免許は1種類、生活必需品で一発試験が主流、費用も3000円程度と取得しやすい状況で、重要な交通インフラといえる状況です。それだけにタイ市場で大きなシェアを握ることは、日本のバイクメーカーにとっては重要なポイントとなっています。そんなタイ市場ですが、日本のバイクメーカーが圧倒的なシェアを獲得しています。バンコク産業情報センターの調査結果によると、ホンダが1位かつ圧倒的なシェア率 76.5% を占めています。ヤマハが 15.8% で2位、スズキは 0.5% で5位となります。川崎は残念ながらタイでは 0.3% となっておりますが、これら4大メーカーのシェアを加算すると 90% 以上が日本のメーカーのバイクということです。ホンダは世界的にバイクメーカーとしての地位を確立しており、燃費効率や信頼性に優れたモデルで知られています。都市部から地方まで幅広い市場で展開しています。1965年にタイに進出し、1989年から30年にわたり最も有名かつ最高売上を叩き出してきました。さらにタイ社会を強化することに根強く取り組んでおり、高度な技術革新と環境に良いバイクの開発に焦点を当てています。タイ人が日本のバイクを選ぶ理由。1、圧倒的な燃費性能。ここではタイで日本のバイクが選ばれる理由についても探っていきます。まずは圧倒的な燃費性能を獲得していることです。バイクの魅力の一つは圧倒的な燃費性能ですが、タイにおいてはこの魅力は大きく評価されています。たとえ走り方に加速が多くても、1リットルで40キロは余裕で走ります。代表的な車種としてはウェーブです。ウェーブはスーパーカブの一類型で、東南アジア地域を中心に活躍するホンダのバイクです。
タイホンダのメインモデルであるウェイブ 125i はフレームも新設計で耐久性を向上、さらなる軽量化を実現しました。整備重量はなんと 101kg、 燃費は1リットルあたり 71.4km です。燃料タンク容量も 5.4 リットルなので、単純計算で1回の給油で 350km 以上も走ります。バイクが生活の足として根付いているタイでは、この燃費の良さは大きな魅力です。バイクの燃費の良さは日本でも実感するところでもあります。タイ人が日本のバイクを選ぶ理由2、現地生産と部品供給。次に現地生産と部品供給が整えられている点です。ホンダとヤマハはタイ国内に工場や部品センターを設けて、現地での生産と部品供給を強化しています。これによりコストダウンや税金の優遇、部品の入手性や修理の容易さなどが向上しています。現地に生産拠点を構えることは、カスタマーサービスを大きく量化させる効果は明らかです。タイで大きくシェアを伸ばすホンダですが、ホンダの海外戦略の特徴は、スーパーカブに代表されるように汎用製品を現地生産し、販路を広げていることです。需要のあるところで生産するを経営思想に掲げており、これは大きな効果を発揮しています。このことはユーザーに大きな安心感を与えています。タイは何度もお話ししますが、いわばバイク王国であり、修理などのメンテナンスのニーズは非常に大きなものです。生産拠点を構え、部品供給ができるということは大きな意味を持つのです。経済的な意味では、現地で生産を行うことで現地の雇用拡大という効果もあります。ホンダなどの日本のメーカーの工場で働いている現地の人は少なくなく、経済的な効果も少なくありません。タイ人が日本のバイクを選ぶ理由3、他社を圧倒する耐久性。次に他社を圧倒する耐久性です。一般的なバイクが平均的に10万キロの走行距離を持つとされる中、スーパーカブはその2倍あるいはそれ以上の走行距離を持つことが報告されています。スーパーカブの耐久性といえば非常に有名な部分です。多くの冒険家やバイク愛好者たちがこの名車の魅力に取りつかれ、長距離を走破する挑戦を続けています。長寿命の秘密はホンダの緻密な技術力と研究開発にあります。スーパーカブは耐久性を重視した部品の選定や高度な技術を取り入れたエンジン設計が施されています。また定期的なメンテナンスを行うことで、バイクの性能を長期間維持することが可能となっています。さらにスーパーカブはその耐久性を証明するための実験やテストを数多く行っています。例えば極限の環境下での耐久テストや長時間の連続走行テストなど、徹底的な検証が行われています。これによりスーパーカブの寿命や耐久性に関するデータや情報が蓄積され、その真実が明らかにされているのです。この品質の高さはタイでも遺憾なく発揮されており、多くの販売台数につながっています。タイ人が日本のバイクを選ぶ理由4、圧倒的なブランド力。最後に日本のバイクのブランド力です。バイクが生活の足として根付いているタイの場合、日本製バイクの品質や技術力、そして性能が高く評価され、日本製のバイクは強力なブランド力を獲得しています。ホンダとヤマハはタイのバイクユーザーにとってブランドイメージやステータスが高いメーカーとして認知されており、ホンダという言葉はバイクという意味で使われるほどです。こうした現象は高いブランド力がなせる技といえます。
メーカーにとって強いブランド力は大きな武器となります。特にバイクや自動車といった自分の命を預けるものに対してのブランド力は簡単に作り出すことはできません。しっかりとした製品を作り、そしてそのアフターケアも含めてタイのユーザーを満足させてきたからこそと言えます。ここまでタイで日本のバイクが大人気で売れまくっており、なんとそのシェアは9割にも達することについてお話ししてきましたが、改めて感じることは商品力の高さがシェア獲得につながっているということです。日本製のバイクが売れる理由についてお話ししてきましたが、その多くが商品力の高さに起因するものであるということは大きな特徴といえます。燃費性能も耐久性の高さも商品力の高さであると言い換えることができます。高い商品力の背景には技術力の高さがあることは間違いありません。そこに加えて現地の生産工場を整えるなど、ユーザーに大きな利点をもたらす方針をとっていることで、これほどまでに大きなシェアを獲得するに至ったと考えられます。皆さんはタイで日本のバイクが大人気で売れ、バイク社会を席巻していることについてどのように考えますか？皆さんのコメントをお待ちしております。この動画が良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また X と LINE でも発信をしております。気になる方は概要欄をチェックしてみてくださいね。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。